はい、どうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。ただね、今日の動画はちょっとね、撮るのどうしようかなと今でも思っているし、まあ、正直撮りたくない動画なんですよね。何かっていうと、プランニングに関するお話で、ちょっとクラメンのね、失敗を中心に挙げてさせてもらわざるを得ない話なんですけども、とにかくね、今関西クラクラクラブちょっとね、立て直しが必要な状態になっております。何かというと、ドラゴン戦術めちゃくちゃね、僕ら使ってたんですけど、ちょっと前にドラゴンライダーの弱体化が入ってから、あのクラン全体が苦戦を強いられています。結構これね、深刻なぐらい苦戦してるんですね。ドラゴンに頼り切ってたんで。で、その頃ってあのライダーが結構その射程距離の問題ですよね。 0.5 マスかな、射程が短くなったこの効果によって、だいぶね、ドラゴンライダーのハイブリッドの伸びが悪くなったんですね。で、その結果、今まであのなんだかんだなんか勢いで取れちゃってた展開が急にパタッと取れなくなって、で、一気に全開率が下がっているというのが今の状態なんですね。で、その時に何をしなきゃいけないかっていうところを今日お話ししていこうと思います。なんで結構ね、哲学的じゃないけど、なんかね、あのその理屈っぽい話になるんですが、まあ、そこをねちょっとご了承いただきながら、お付き合いいただけたらなというふうに思っております。で、ですね、まずはこの辺り、今日3本見てほしいんですけども、あ、違う、こう、これかな、そうだね、これね、ハッシーさんのアタック、ちょっとね、まあ、ハッシーさんって結構上手いプレイヤーなんで、あの、そんなにね、あの、多分これ何か、あの、もしかしたらミスがあってのことなのかもしれないけど、皆さん、プランニングするときにですね、罠がなかった場合、確実に全開取れるプランにそれなってますかっていうところですね。これをね、意識してほしいなって思うんですよ。あの、特に今、カンクラのメンバーみんなに。あの、まあ、僕自身、それじゃ完璧にお前できんのって言われたら、できてない時もあるんですよ。なんで、まあ、ある意味これ自分に対する、戒めでもあるんですけど、基本的にクラクラって、なんていうのかな、罠がなかったら、誰でも何でも全開できちゃうゲームになってるはずなんですよね。なんでかっていうと、相手の村のその配置を見てから攻めることができるんで、あの、ここにはこれを当てて潰す、ここにはこれで潰すっていう風に、ある程度経験持ってるプレイヤーなら、それができておかしくない、まあ、理屈上はね、おかしくないそのゲームなわけなんですよ。なんだけど、それじゃゲームになんないからっていうことで、そのゲーム性を高めるために罠というね、見えない要素があるわけなんですけども、トッププレイヤー同士はだからこの罠の場所とかですごく、あの、結果が変わってくるし、そこの読み合いでしのぎを削ったりするわけなんですよね。で、まあ、それがまあまあ、ちょっとまあ、初めからなんか、説教じめた話になっちゃいましたけども。で、私もしますね。罠がなかったら全開取れるプランになってますかっていう話なんですけど、今回のケースで言うと、ここまではなんか良さそうに見えるじゃないですか。しっかりとイエティと、これはなんだ、イエティかなが入っていって、中央部分荒らしていきながら突撃艦でタウン狙っていくんですね。で、上方面、ここに関してはおそらくロイヤルチャンピオンとホグライダーで潰していくパターンかなというふうに思います。ちょっとまだ出てきてないけども、確かこれから出てくる。そうですね。ホグライダー出して、ロイヤルチャンピオン出していって、シングルインフェルノきっちり抑えていきながら、ロイちゃん伸ばしていくというプランなんですけども、ここで止まってほしいんですね。ここ。はい、トップします。ここから、なんか気になるとこありませんかね。ここ、命中火力高いですよね。クロスボウが4機あって、キングと、グランドゴーデンがいる。2セット火力高い。で、テスラもなんか出てきてるっていうところ。に対して、今見てほしいのは、よいしょ。これね、上方面から回ってきたホグライダーたちっていうのはいるんですけど、こいつらがぐるっとここまで回ってくるかって言ったら、結構巨大爆弾とか踏みそうじゃありません？こういうところ。ね、ここにも巨爆とかありそうじゃないですか。で、かつ、じゃここにいるユニットがどうなって言ったら、これ壁開けるものが何もないんですよね。だから、言ってしまえば、このホームたちが全滅した場合に、ここに対して、クロスボウとかね、マルチに対してアプローチできるユニットがいないんですよね、今のところ。まあ、ジャンプが一応ここに打ってあるけど、っていう感じですよね。壁がここに一応あるんで、こういう風に。この3体の、防衛にアプローチができるユニットがいないわけですよね。どうなるかっていう話なんですけど、まず壁は殴り上げなきゃいけませんよね。で、届かないところからダメージ食らっちゃうから、しょうがない。これもうフリーズで止めるしかないって状態になってます。ヒールはあと2個あるんですけども、さあ、ここからどうなるかっていう感じですね。押し切れんのかなっていうところなんですよ。
まずここでホグライターたちがぐるっと回ってきて、はい、これですね。でここから中心火力高いところに入っていくんですけども、これもグランドボーデンが起こっちゃってるんで、ホグの体力がなくなってるんですよね。でここまで長く歩いていくと当然ホグがくたびれてるんで、なかなか数も減っています。20体全部生きてるわけじゃないんですね。あっという間に巨爆とかクロスボウのダメージを食らって全壊されるんですね、ホグライダーが。で、ホグがいないからロイちゃんがダメージ受けちゃって、そのままロイちゃん落とされるっていうパターンになっていくわけです。こんな風に圧倒的火力で落ちましたね、これ。でこれって、おそらくねプランニングの段階でちょっとミスをしちゃってるかなっていう気がするんですね。この最終火力を一番最後に持っていくのに、この上から来ているホグライダーで取っていこうっていうのは結構大変じゃないですか。まあ、その途中でこの辺でねバネトラップとかがいっぱい出てきて、こんだけ歩くんで罠も踏むリスク高いんですよ。どんどん歩けば歩くほど罠って当たるんで、バネトラップでピョン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 って飛んでいって、さらにここに到達するまでにね、6時に到達するまでにユニットが数が減ってしまっていた場合って壊しようがなくなっちゃうんですね。フリス2枚、ヒールが2枚あったけど、あってもそれ使うためのホークがいなくなっちゃってるっていうリスクもあるっていうところなんで、これね、やっぱり序盤に、なんだ、この効果力を潰しておくような詰め方をしておかないと、多分これきついかなと思うんですよね。まあ、っていうところで、考え方としては、理にかなってそうに見えるんだけども、ちょっとね、プランニング、もしかしたらこれ、変えても良かったんじゃないのかなっていう要素があったっていうところですね。はい。で、次見てほしいのはゼロさんのこのアタック、ね、星1になっちゃってるやつなんですけども、ですね、これはね、この3時側がポイントになりますね。どんな風に攻めるかっていうと、まずこのサイドカット丁寧でいいですね。ベビドラでしっかりサイドカットをしていって、で、エアスイーパー1本ね、ライトニングで折っていきました。で、逆サイドインドラでカットを入れていきながら、この面からドラゴンですね。で、突撃感を当てていきながら、これは、花火を打っていこうという形になったなというふうに思うんですけども、はい、ドラゴンを出してて、グランドウォーデン、後ろから突撃感を当てていくわけなんですが、これね、まず、突撃感を当てていくときに、この角度でいくから、エアスイーパー食らうんですよね。そうすると、この対角線上にあるタウンホールって、まず突撃感が届かないんですね。で、ここで破裂しちゃって落ちます。で、クローンだったりインビジが間に合わなくて、全部呪文がここで無駄になっちゃうっていう。で、これも確かにちょっともったいないんですけども、それ以上に、そもそもこのプランで言うと一回こう止めますね。こうなってるじゃないですか。この状況見てほしいんですけど、シングルインフィールドが生き生き仕事をしてますよね。こっちに対空砲もありますと。ドラゴンたちって、数ここにもう3体しかいないですね。1、2、3しか。こっちにみんな向かってるんですよね。ってなってくると、ですよ。この部分誰が取んのって話になるんですよね。この部分、ここに例えばキングクイーンをこう入れていくとかいうことがもしできていればいいんですけども、ロイヤルチャンピオン残ってますが、ロイちゃんをここに入れていっても絶対取れないですよね。黒と宝石があって相手のロイちゃんもいるんで、ここで絶対ロイちゃんだけではこの区画って落としきれないんですよ。ってなってくると、そもそもこれプランニングだけでちょっとまずかったかなっていう気が少しするかな、っていう気がしますね。自分だったらキングクイーンこっちから歩かしていって、この区画にキングクイーンを入れていくっていうパターンで、まあ、当然このね、エアスイーパーの話はちょっとまあ、なしにしておいてね。パターンで、こっから花火っていう形だったらあり得たかもしれないんだけど、キングクイーンをここでも、使っちゃってるんで、これ、なんていうのかな、クイーンとキング、これ以上なかなか伸びないんですよね。見てもらうとわかるんですけど。伸びないので、当然こちら側でケアする、ウォールブレーカーもいないし、残っちゃうのがもう明らかなんですよ。結構きついっしょ、この右方面にいるドラゴンとか、まっという間に押されるじゃないですか。クローンと、インビジブルレイジが、まあ、全く機能しなかったんで、その部分、レイジだったりヒールに回せばまた話は違ったんじゃないかっていうのは当然あるんですけど、ただやっぱりプランニングの段階で若干ドラゴンの勢いに任せちゃってるなっていうところは僕は否めないかなと思ったんですね、この攻めを見ていて。なので、そこはね、なんていうのかな、ちゃんとどこの区画を何で壊すのかっていうところを考えながらユニットを使っていかないと、まあクイーンもね、これ壁殴っちゃってるのって結構もったなくって、
それをするんだったら外周ぐるっと回したってもよかったかもしれないですね。こっち外周ぐるっとクイーンを回していって、ここまで歩かせるとか、でキングでここを潰していきながら、クイーンこっちみたいなねパターンでいってもよかったかもしれないっていうところですね。まあ、なので罠とかね、そういうのでまあ、トルネを食らってしまって、まあ崩されたとか、いやここの火力は全然、例えばねロイちゃんだけでも突破できると思ってたけど、スケトラと、テスラが山のようにあったとか、そういう風にはめられてミスっちゃうっていうのは当然あるんですけども、はめられるのではなくて、そもそもその、ユニットが壊せない場所が残っちゃうようなプランニングにしちゃうっていうのはあまり全開を取ろうという意味でプランを練る上では良くないかなというふうにはちょっと思うところがありますね。はい、まあ、全部が全部こうじゃないんですよ。今のお二人の攻めもたまたまそういうのを僕がこう上げてるからそういうふうに言えちゃうだけであって、全部が全部決してそうでもないんですよ。ゼロさんだって全然回路とかね、ノーバでガンガン全開取ってくるプレイヤーで、僕も前で動画で紹介しますしね。なんだけどやっぱね、今ドラゴンの環境っていうのが少し苦しくなってきている中で言うと、こういうプランニングの詰めのところがしっかりできないと苦しいかなっていうのはね、やっぱりありますね。それが今の僕らのうまくいってないその現状の原因じゃないかなっていう気がしています。はい、でアージャークイーンですね、これ、今見てもらったのはクイヒーの形を作ってて、うまいですねこれね。しっかりとスニークゴブリンかなってタウンホールを潰していきながら、これレイジがちょっと遅かったんでクローク発動しちゃうんですよね。で、これうまいんですよ、結構うまい の本当にうまくて、アーチャークイーンでこの壁際を歩かしちゃうんですよね。こうぐっと歩かしちゃってここに入れていくっていうパターンですね。でそこに入ってジャンプで中心部分に入りながら、グランドウォーデン、クロスボウ、マルチインフェルノ、防衛軍全部アーチャークイーンで見て、で外周ぐるっと、ディガホグを流していくっていうパターンですね。でこれすごくねプラン的にいいんですよ。全開取れるプランだと思うんです、これはもう確実に。ほらね、結構綺麗な感じになってるじゃないですか。ちょっとねこの部分、ここのカットがうまくいってなかったんで、アシャクがこう流れちゃったんですね。流れちゃったんで、今度ね、グランドオーデンの攻撃がこれヒーラーに入っちゃってるんですよ、こういう風に。これでね、だいぶヒーラーが削られて、最後アシャクが落ちちゃったんですけど、これもう少しね、早めに、ディガフ、これね、ディガンが出てきましたが、これ早めに展開して、アシャクのルートを、こうではなくって、こう歩かせるようなルートにできていれば、これ多分前回まで全然伸びたと思うんですね。いや惜しかったなーって本当に思うんだけど、このアタック見ていて、でこれもレイジもねちょっとね欲を書いてたんですね。奥側に打っちゃったせいでヒーラーが乗ってなくて回復が追いつかずクイーンがやられちゃいましたね。これも惜しかったな。まあ気持ちはわかるんですけどね、これなんとかしたいっていうので奥側に打っちゃったんだと思うんだけど、なんで今回のこのシモさんのアタックって前回にはなってないんですよ。なってないんですけど、攻めの考え方的にはどこを何で壊すかっていうのが結構しっかりしているので、形的に全開取れる攻めになってると思うんですよね。はい、ここね、最終結構重いんですよ。だからこういうところに関してはテスラがお前ここにあるのかよと、テスラがこういうところにあったりすると全然話が違うんですね。序盤トームディガフでテスラ解除できちゃうもん、解除というかもう壊せちゃうもんだから、終盤伸ばすことができるんですけども、ここにテスラがあるおかげで苦労はしてますよね。ただそれでもほらこういう風にアシャクが途中で落っこっても、ちゃんとそのなんていうのかな、プランを引き継いでユニットたちが頑張ってくれるんで 90% とかに伸びるわけなんですよね。だからやっぱり、まあ、くどいんですけど、プランニングの段階でちゃんと全開取れる、プランになっているかどうか、罠とかではめられない限りこれは全開いけるんだというね、ユニットの、流し方、まあ、ラッシュ系でドバッと出す系の戦術であっても、まあ、ドラゴンとかそうなんですけど、それであってもちゃんとね、ドラゴンたちをどこにどう誘導するために、じゃこの部分に花火当てる、ライトニングを打っていく、突撃感当てる、ヒーローを出す、そういうね、ユニットのコントロールですね、これがやっぱり、プランニングの段階でしっかりできてないと、うまくいくときといけないときっていうのがこう、なんていうのかな、運任せになっちゃうところが出てくるので、それはね、なるべく避けた方がいいということと、明らかにこれはこのユニットじゃ取れないだろうというところですね。多分2本目の、6時側のなんか、ロイちゃんで多分これ無理ですよって言ったところだったりとか、1本目のアタックですね、ハッシュさんのアタックの、6時側の、クロスが山のようにあるところとか、ああいうところですね。ああいうところに取れないユニットでアプローチそもそもしちゃうと結構苦戦するので、そういうところはね、プランニングの段階で
厳しいなっていうところを感じ取ってね、変えていくっていうことがやっぱり必要かなというふうに思います。ちょっとね今日は苦言を呈するようななんか内容で、まあ、僕自身すごく嫌なんですけど、でもこういうところねやっぱり自分自身もよく抑えていかなきゃいけないし、クラン全体でね、共有してやっていかないといけないと思うので、まああえてね今回は失敗リプレイ3本使いながら、こんなような話をさせていただきました。はい、というところでですね、本日、プランニングの、基本のポイント的なところをお話をさせていただきましたが、まあ、基本と言いながらこれが全てのところも結構あったりするんでね、参考になっておりましたらぜひこれネクトボタンチャンネル登録よろしくお願いできたというふうに思います。で、私のチャンネル、こんな形でクラン対戦の解説の動画中心にやっております。タイムホール14だけではなく13、12と幅広く扱っておりますので、これからもご視聴ぜひよろしくお願いいたしますし、ぜひですね、参考になる動画上げていきますので楽しみにしてもらえたらというふうに思います。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。